お疲れになると思われたその時、不思議なことが起こった。私の体を光が包み、その体は過去へと送られたのであった。なんだよ、激震かよ。やるよ。これですね。あ、いけた。え、いけんの？いけた？まあ、いけたならそれに越したことはないが。あははははは。誰だったよ。チーニャマンがいたっていうのはさ、思ったよりチーニャマンがいますね、これは。あら。ああ。な行くか。なんだそれ。めちゃくちゃにすごい出来がいいのがね、逆三角じゃないの。ああ、このマークそうだ。YouTube マーク逆じゃないのか、それ。三角、そうだ、逆ですよ、それ。逆再生されてるぞ。私のストリーム逆再生されてないか、それ。これだからこのゲームはやめられない。いや、まさかね、チーニャマンさんが来ると。誰なんだ、マジで。一体何者なんだ、チーニャマン。あと30秒、40秒ぐらい待っておく。チーニャマンがいの一番にちゃんとラッピー倒してくれてんぞ。これはガチ勢ですね、チーニャマン。なんだろうな、チーニャさんはぬるぬるのぬるゲーマーなのに、チーニャマンはクーソガチ勢なのが。チーニャマンの動きがいいから、チーニャマンが偽物だな。よくわかったな。チーニャマンが偽物だ。なんでかっていうと、あっちの方が動きがいいからですね。ガーッ！やった やればできるじゃん。ちょっと、あんたたち。どう？今日は。チーニャさんの参加も相まってね。チーニャマンか。バルチ使いなの？マジかよ。私と一緒じゃん。やるな、チーニャマン。まといの抱き枕使ってほしい。やめてくれ。風評被害なんだよな。いやでもなんか近くでもちょっとこう、バックが黒だからちょっとわかんの嫌だな。で、近づくとさ、これなんだよ。近づくとさ、完全に当て串の、抱き枕って発想なかったわ。うわ、余計な知識吹き込み寄ってからに。無駄になんかスタッパも高えし。無駄に声はいいわ、背は高えわ、なんかスタイリッシュムーブかましてくんな。教育番組のお姉さんとキャラじゃん。確かにな、教育番組のお姉さんも、なんか、まあなんか教育番組にしては、ハレンチ味のあるね、なんか料金が発生しそうな格好しとるし、キャラが終わってんだよな、もうね。キッズついてくるかしらね、それで。心配な番組だ。まあでも、なんだろう、絶対激震クリアさせる教育番組かな。助かったぜ。あんたたちのことを忘れないから。あんた方のことは忘れませんからね。じゃあ、そういうことで。